が間もなく出発いたします。電子機器類は機内モードなど電波を発しない設定にするか電源をお切りください。ドアが閉まりましたら客室乗務員が皆様が指定された座席に着席していることを確認いたします。お手元のピンク色の搭乗券に記載された座席にご着席くださいますようご協力をお願いいたします。皆様、ただいまドアが閉まりました。電子機器類は機内モードなど電波を発しない設定にするか電源をお切りください。皆様おはようございます。ハイレスエアラインズ大阪行き78便、 ANA3178便とご利用いただきましてありがとうございます。この飛行機は ANA とのコードシェア便でございます。出発に際しシートベルトも緩みのないようしっかりとお締めください。この便は全席禁煙です。通路、化粧室でのタバコは固くお断りいたします。携帯電話を含む全ての電子機器は通信用の電波を発する状態でのご使用が禁止されています。非常口座席にお座りのお客様には緊急脱出の際の援助をお願いします。ご協力をお願いいたします。機内に酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。酸素マスクが降りてきた際はご自身のマスクを外し酸素マスクを直接つけてください。アイベックスエアラインズでは皆様に安心してご利用いただけるよう新型コロナウイルス感染拡大に対する取り組みを実施しております。機内ではお休み中も含め常時マスクを着用していただき、お連れ様同士の会話をお控えいただくなど感染拡大防止にご協力をお願いいたします。またこの飛行機は空調システムに高性能フィルターを装着しております。約5分で機内のすべての空気が入れ替わるよう設計されております。どうぞご安心ください。今日この便の機長は中西、客室の責任者は上村でございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。客室乗務員をご覧ください。手荷物は座席上の物入れまたは前の座席の下にお入れください。離陸・着陸の時は座席のリクライニングとテーブルを元の位置にお戻しください。離陸・着陸の際また座席のお座りの時はシートベルトを緩みのないようしっかりお締めください。外す場合には金具の片方を持ち上げてください。機内に酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。マスクを顔に強く引き寄せ鼻と口に当てゴム紐を頭にかけてお使いください。ゴム紐の端を引くと長さの調節ができます。非常口はただいま客室乗務員が示しているドアと窓です。お近くの非常口をお確かめください。脱出は乗務員の指示に従ってください。手荷物は一切持たないでください。緊急脱出時の撮影は禁止されています。救命衣は皆様の座席の下にあります。救命衣を広げ頭からかぶります。紐を腰に巻いて留め具を差し込みしっかりと締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りない時はゴム管を吹いてください。救命衣は脱出の際ドアの近くまたは翼の上で膨らませてください。安全のしおりが座席のポケットにありますのでご覧ください。何かご質問がありましたらお尋ねください。皆様、まもなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。皆様、ベルト着用サインも消えましたが消えない揺れに備えお座りの間がつっと締めください。この飛行機の化粧室は客室の後方に引火所でございます。ベルト着用サインが消えている間にご使用ください。皆様の伊丹空港到着時刻はただいまのところ定刻の10時15分、
10時15分頃の予定でございます。この先、座席のリクライニングとテーブルがお使いになれます。リクライニングをお倒しになる際は後ろのお客様へのご配慮をお願いいたします。現在アイベックスエレンジでは機内エンターテインメントサービスアイベックススカイエンターテインメントのサービスを休止しております。どうぞご了承ください。機内紙はアイベックススカイマミと翼の王国の2種類をご用意しております。ご希望のお客様は客室乗務員にお声掛けください。ただいまからお飲み物をお伺いいたします。お飲み物は冷たい緑茶とアップルジュースをご用意しております。乗務員が参りましたらご希望のものをお知らせください。それでは到着までどうぞごゆっくりお過ごしください。皆様、最終の着陸体制に入りました。セートベルトは緩みのないようしっかりお締めください。お使いになりました座席のリクライニングとテーブルを元の位置にお戻しください。手荷物は前の座席の下に置いてください。機材室のご使用はお控えください。皆様、ただいま飛行機は車輪を下ろしました。まもなく着陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。皆様、北見空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトのお締めのままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますので気をつけください。この飛行機の天井は低くなっております。席をお立ちの際はお気をつけください。この先、通信用の電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話はお控えください。到着ロビーへはバスでお送りいたします。今日は感染症拡大防止対策にご協力いただきましてありがとうございました。飛行機を降りになる際も引き続きマスクの着用などご協力をお願いいたします。皆様、今日もアイベックスエアラインズと ANA のコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。次のご搭乗を社員一同心よりお待ちしております。ご案内いたします。飛行機は間もなく停止しますが、皆様の安全のためベルト着用サインが消えるまでお座りのままお待ちください。またお席をお立ちの際は非常に十分にお気をつけください。